しばよしよ、ぶれない。うん。今日もなかなか痛いね。いやー、ぶれなかったっすね。そうでしょう。はい。そうでしょう。はい。そうなんですよ。あのね、しばよしをね、ぶれないぞ。おお。というわけで、悔しい報告は早めに済ませましょう。はい。まあ、アウェーで行われた金沢さん、今シーズン初の3連勝をかけて臨んだ一戦でございましたけども、はい、まあ悔しい0対1の敗戦となりました。ただね、はい、千葉よしお、ぶれないです。ぶれない、うん、ぶれない。理由はね、やっぱり内容がそんなに悲観的なものばかりじゃなかったからです。なるほど。と言いますのも、はい、間違いなく守備は向上してると。おお、ええ、ただ今日に関してはその反省と課題がすごく出た一戦だったなと思います。なるほど、はい、新体制になっての弱点も見え、いいところも見えっていうところですね。そうですね、はい、そのいいところから話していきましょうか。はい、やっぱりね、S90 さんの4試合で失点10だった我々は、はい、今回エジリさんになってからの4試合で失点わずか2と、はい、5分の1。そうだ、5分の1だ。はい、つまり守備は間違いなく良くなってるんだけど、うん、じゃあ得点力ってどうなのか。そうですね、ってことですよ。スタッツ見たら枠内今日1本だったと。だからシュート本数が純粋に少なすぎるっていうのがまず課題の一つですよね、うんうん、でなぜじゃあシュートが少なかったのかって話なんですけど、はい、まあ確かに千葉よしおはそんなサッカーの専門家じゃないけど、やっぱり見てて分かったのは、こんな素人の僕でも見て分かったのは、はい、もっとなんかミドルシュートとか、はいはいはい、なんかこうバシ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 シュート打ってもいいんじゃないかなってって思うシーンであんまり打ててなかったりとか、あとはそのクレーベ選手もアラン・ピニエル選手も一生懸命ポストプレーやってくれたんですよね、はい、やってくれたんですけど、そのクレーベ選手だったりアラン・ピニエル選手のポストプレーからの展開だったり、はいはいはい、あとはそのチャンスになるんだけどあともう一本っていうところの精度だったり、はい、なんかそう最後の詰め、はいはいはい、みたいなところがすごくね、おっさん今回はね、あ、これは課題だと。本当に最後のシュートまでの形っていうのを増やしてほしいなとは思いましたね。いやー、そうなるとまあちょっとやっぱ怪我人が多くてっていうところの、船山さんがいないのをちょっとそのセカンドボールよく拾ってる印象があるので、うん、きついですね。そうなんですよ、彼がいないのが。そうなんですよ、ヤッスンが言ったようにね、確かに怪我人の問題が今回もついて回りました。というのもこの1週間で3連戦を行われたわけです。で3連戦を行われてな、わずか中3日でほぼほぼスタメンで変わったのは佐藤久人選手からクレーベ選手になっただけと。一人と。ああ、そらね、疲れるぜ。いやー、そうですよね。だからそう、5人だから6人変えてきたって、うん、俗に言うターンオーバーってやつですよね、はい、で今回我々がそれできなかったのはやっぱ大きな理由としては、うん、やっぱ怪我人が多かった。はい、特にボランチを務めてる小島選手、熊谷選手、佐藤優斗選手、軒並み怪我なんですよ。だからその怪我人の問題で結局体力のない選手を使いつつ、うん、やっぱり田坂選手も試合後のコメントで言ってましたけど、うん、やっぱりどうしてもスタートが後ろすぎたと、はいはいはい、うん、チームが重かったと、うんうん、ってことはやっぱりあれだよね、クレーベ選手がトップでボール入ったとしたって、うん、チームの押し上げがいつもより遅いもんだから、うん、そりゃ効果的な攻撃なんか繋がんねえべやっていう話で。いやー、めっちゃ分析力あるじゃないですか。そうなんですよ。そうなんですよ。乗るなよ、褒めた途端に。あのね、本気で今回ね、はい、そんな素人の千葉よしおにすらこんぐらいのこと分かってしまうぐらい、はい、課題は明確です。なるほど。いや、なので、はい、やっぱり今日の敗戦というものは、うん、まあ今季3敗目なんでね、確かに痛いよ、うん、でもさ、はい、千葉よしおは少なくともブレない。ブレない、ブレない。まあもちろんね、相手の金沢さんも強かったですけど、うん、やっぱり僕らだってその強いチームに全然対抗できるチームになりつつあるんだから、うん、全然ね、悲観する必要なんてないんですよ。はい、むしろ僕はワクワクしてる。ワクワクしてる、うん、ワクワクしてる。あ、頭とち狂ったかと思われるかもしれないけど、はい、ワクワクしてるぞ、おっさんは。おお、だってさっき言ったようなね、あの過密日程を支えられるだけの選手層が今なかったと。おう、うん、でも怪我人帰ってきますよ。来ますね。うん、しかも次はきっとパワーアップして選手たち帰ってくるから。おお、もうわーっつってガーっていくから。ガーっと、うん、希望だけどな。でもおっさんはワクワクして、こうなんつうんだ、もうこう、うわっ、はこうなんだ、はちゃめちゃが押し寄せてくる感じにしたいね。なるほど、うん、泣いてる場合じゃないと。あ、そう、だからね、この試合は泣いてる場合じゃないんですよ。はい、やっぱりこのワクワクをね、はい、100倍にしてパーティーの、そうだ、主役になろう。うん、やっぱりね、僕らね、ジェフっていう夢中になれるものがないとね、ないとね、いつか君をね、はい、すげえやつにするんだと。なるほど、うん、脳天ピーカン、空は晴れてね、
いっぱいおっぱい僕元気と、おーおー、あトラブルと遊べやんちゃボーイ、おー、We got power、 知ってる知ってる、ドラゴンボール Z でですね、はい、次のもう試合すぐ来ますんで1週間後に、そうですね、選手たちねしっかり休んでもらって、はい、次の試合はまたそこからね、うん、勝っていきましょう、はい、ということで次の試合はですねホームに戻ってファジアーノ岡山戦でございます。岡山さん今強いですね。いや岡山ちゃん、はい、岡山ちゃん強えよ、なんか毎回得点してるんですよね確かね、はい、確かね今回の金沢さんも得点力あるチームでしたけど、うん、なんかね岡山さんはね、なんだろう、大事なところで勝ってくるイメージ、うん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 、だってこの間あれだぜ、柏のホームで初めて土つけたって言ってたぜ、はい、1-0 でね、はいはい、粘り勝ってたけども、はい、やっぱり実力のあるチームです、まあ、本当に僕ら去年14位だし、うん、やっぱり特に今回の最下位から始まったチャレンジャーなんでね、うん、こういう強いチームとやれることを楽しみながら、うんうん、ちょっとね、はい、勝ちの予想していこう、はい、というわけで、はい、やすん、いやーでもこの良くなった守備を、はい、なんかこううまく活かしてで、あの上げてきた攻撃力で点を取るっていう希望を込めて 2-0、 ああなるほどね、はい、確かにねここ最近ちょっと 1-0 でスコアがねお互い続いてますから、うん、なるほどなるほど、そうではなくて最小得点差最小失点差ではなくて、はい、もう2点取って複数、ああなるほど、なかなかいい予想だな、いえ、普通か 2-0 って無難なんだよな、あの別にいいんですけど、うん、僕が言うスコア予想必ずあなたは無難といういやまあ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 、だから毎回僕先に譲ってるからみんなに発言権を、はい、だから被ったとしてもまあまあ、うん、僕の手柄にならないっていうことだけはみんな分かってくれてると思うよ、はあはあはあ、さあというわけで、はい、いよいよリーグ戦を本当の意味で当てよう、おお、ま、そろそろ当てよう、そうですね、柏と戦った時千葉銀カップは当ててますからね、そう千葉銀カップは当ててるから今回はしっかりとねリーグ戦で初めて当てちゃう千葉よしを、おお、いやもうここで当てずしてなんとすると、うん、よしじゃあ言うぞ、はい、次はね2-1です、みんなやっぱりちょっとね勝負できないんだよねなかなか今ちょっとね大胆にいけないんだよね、なんなら僕のちょっと強気じゃないですか、うん、むしろな、はい、むしろな、でもやっぱりこのやっぱり最小得点差っていうより複数得点を見たいのよ、いやーまあでも本当岡山さんも本当今までのゲーム毎回ちゃんと得点してきてるチームだから、そうなんだよ、ありそうですよね、そうなんだよ、だからちょっとね失点はしちゃうんじゃないかなって思うんだけど、うん、でも今回は1週間休んでくれるし、うんうん、攻撃にこう比重を置けるんじゃないかなと思うから、うんうん、まあ2-1かな、なるほど、よしかい、ね、出ない、お、やっぱりね千葉よしをだけじゃなくて、うん、ジェフサポーターそしてジェフというクラブブレないでほしい、はい、うん、ブレないついでに言っとくけどね、はい、この番組っていうものは常に千葉よしおが作って、はい、ね、千葉よしおと愉快な仲間が作ってる楽しいブレない番組でありたいなと思いますよ、うん、いやもちろん、うん、にもかかわらずだよ、はい、エンディングで言うこっちゃないかもしんないけど、はいはい、そんなね和を乱すやつが現れたよ、これね視聴者の皆さんね、はい、がっかりすると思いますけどもちょっと話をさせてください、はい、おうおうおう、溝口くんがですね、はい、なんか言ってたんですよ、お、溝口さんが千葉よしおに出ないと、はい、この番組面白くないです、え、出ないんですかって言われちゃいました、ほう、あのね、はい、あの宅建野郎、はい、完全調子に乗ってますよ、いやもうあれですね、千葉よしおがいてもつまんないってことですよねまあそうだよね、いやまあ僕もつまんないってことですからね、まあそうなるんだよ、そうですね、いやもちろんね、なんかツイッターの質問箱かなんかで、はいはい、溝口くんに溝口さん千葉よしおに出ないんですかと、はいはい、なんか溝口さん出ないと面白くないんですってなんか対はなかったと思うんだけど、はいはい、それをね増長した溝口ボーイがあ僕が出ないとやっぱこの番組は成り立たないんでしょみたいな感じで僕らに絡んでくると、なるほど、あそしたらね戸坂もね調子をぶっこいて、はい、僕らにね、いや戸坂さんが出ないと、はい、千葉市面白くないんですけどっていうの僕にも来ましたよ、えって言い出したのね、ほうほう、
ちょっとね、これ視聴者の皆さん関係ないかもしれないですけど、はい、千葉市をグループライン、はい、今殺伐としてますよ。いやまあでも言いますけど、うん、やっぱ僕らが最古さんですから。そうなんだよ。はい。そこが言いたいんだよ俺は。ですよね。うん。あのね、溝口ボーイとか、はい、戸坂とか日向とかは、はい、あのご新規さんだから。そうなんですよ。なんなら僕の代打だったはずなんですよ。本当だよ。だからね。ご存知、はい、あの元祖千葉吉夫軍団は僕と安寸なんだよ。皆さんよろしくお願いします。うん、だからね、視聴者のみんなね、申し訳ないんだけども、はい、あの見捨てないでください。本当ですよ。うん、本当繰り返し言っておきましょう。はい、まあやっぱりこの僕たちが2人でやってきたものっていうのも、きっと千葉吉夫はブレないでいたと思う。そうですよね、この番組。うん、やっぱり今のチーム、うん、これから上向かせるためにしっかり反省するとかしよう。はい、で課題もしっかり取り組もう。はい、でもやっぱり何よりもこのジェフっていうクラブをもうブレさせたくない。はい、千葉吉夫もやっぱブレないでね、うん、残りの試合もしっかりと戦っていきたいと思います。おっす、今週は苦しいと思いますが、決して悲観することはないですよ。案ずるなジェフサポー。うん、僕が一番案じてるから。おう、ん、ブレてるけども。いや、ブレないブレない。よし、頑張って1週間乗り切りましょう。それでは今週もこの言葉でお別れいたします。俺たち